紺碧の歌プロジェクトは、早稲田大学の新型コロナウイルス感染症流行下における新しい応援ソングを作るプロジェクト。作詞、作曲はレコード大賞作曲賞を受賞している杉山勝彦。ダンスバージョンにおける振り付けは、ラグビーワールドカップ2019開会式の振り付けを制作したSHOJIN。メガボルト監督は、クリエイティブチーム1の代表を務めている大野良大が担当した。紺碧の歌プロジェクトのロゴ、早稲田大学の学生による新型コロナウイルス感染症流行中に、早稲田の学生、町、受験生などから早稲田に対する思いを SNS 上で募集し、集まったフレーズをもとに、杉山勝彦が作詞、作曲を行った。曲名はキャンパスに通えず早稲田を知らない、新入生や疎遠となっている、在校生に、早稲田文化を伝える架け橋となるような意味も込め、そして、紺碧の空へと付けられた。第1弾では、メインボーカルを、ゴスペラーズリーダーの村上哲也が務め、180以上の体育各部、サークルが、写真、映像で登場した。公開は6月27日。撮影、録音はすべてオンライン上で行われた。第2弾となる完全版では、早稲田4年の学生が、メインボーカルを務め、100人超の大合唱したバージョンは8月31日に公開された。当メガボルトでは、学生、町の住民に加え田原総一郎、瀬古利彦、岡添真希、吉田照美をはじめとした卒業生も合唱として参加している。そして、紺碧の空へは、早稲田大学2020年3月9月卒業式、学位授与式に使用された。ありがとうございます。